さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。絶対言わないでよ、まだ。何エディション。怖いよ。ドームエディション言ってるやついるから。絶対言わないで。ネタバレしないでってことね。もうこれだけ、本当に。楽しみなんだから、これ。いよいよツアーのドームエディションがスタートしたパフュームですけれども、そうだよ。今夜は生徒のみんなが遭遇した、こんなところでパフュームの曲がというエピソードを研究していきます。パフュームロックス、さんの生徒からの依頼、街でパフュームをゲットする、パフューム GO を研究せよ。早速第2回目来ましたね。こんなところでパフュームの曲がという、パフュームの曲とどこで遭遇したのか、メッセージを紹介していきます。はい、佐賀県23歳男の子、ラジオネームしばっち1108くん、ミヤネ屋で福原愛さんの結婚会見のニュースを見てたら、ドリームファイターが流れてきた。うわー、嬉しい。すごい、私見た。びっくりした。すっごい、すごい幸せなとこで、なんてドリームファイターなんじゃが。確かに。これは違うよ、福原愛さんは、結婚しても、まだ頑張るよ、まだ続けるよ。卓球業界でやってこなかった偉業を、私は果たしたい。夢を持つということは結婚という選択をしました。わー、という頑張り屋さん。お、ミヤネ屋がドリームファイターです。うわー、番組が声を代弁してるってこと。そうよ。そうか。この人かっこいいもんね。しかも同い年じゃって。そうだろ、そうだろ。同い年、同い年。愛ちゃんね。だから応援してんのよ。うん、超応援よ。そう。よし、知っとるもん。みんな知っとるじゃろけど。よしとるけんね、テレビでよう見るから。みんなと同じくらいしか知らんよ。そうあっちの人もからもえらい人気そうよ。はあ、嬉しいよ。中国の方とかは本当はもう俳優さんとかと結婚してほしかったみたいな、愛ちゃんが。そうあら、そうなのぐらいモテるんと。へー、モテるし好感度が半端ないんだって。へえ、わかるよね。わかる。わかる。お会いしたし、怖いもん。あっちの国の言葉で喋ってもめっちゃ綺麗だったよね。素敵だった。あっちの会見じゃろ。そう。見たいよ。見たいよ。あいちゃんおめでとう。おめでとう。会ったことないけど。パフュームゲットだぜ。続いて徳島県19歳男の子、ラジオネームナチュラルにちくぼうくん。お、僕が通ってる大学内にあるショップで、今年の春からずっと3曲に1曲くらいの頻度で、コズミックエクスプローラーのスイートリフレイン、スタートレイン、ピックミアップが流れています。絶対そのショップのスタッフにバリウム好きいるでしょ。春から3曲に1回、相当出るね。アルバム出してからすぐってことかな、春だったら。うん、巣だったんだよね。ずっとハルカムのスカエクスプローラーの巣だったんだろうね。すごいじゃん。そりゃ出るよ。すごいゲットできるじゃん。出る出るって言われてるんだもん。あー、大学の敷地内かーってなるやつでしょ。敷地以外だけどどこかな。あ、ショップかって。ショップでね。そっか、ね、そっか、巣なのか。巣そろそろ変わるだろうけど、ね、変わるはずだけどね。ここを変わらずに、変わらず大丈夫なんか。バリウムゲットだぜ。富山県23歳女の子、ラジオネーム火花とともにクラッシュ。私は医療系の大学生なのですが、初めてクラッシュを聞いたのは手術室の中でした。手術室では有線が流れているので、その時のヒットソングメドレーみたいになっていました。まさかこんなところで聴けるなんて、すごくびっくりしました。いや、びっくり、すごい。手術室って有線流れてんの？そこだよな、まず。音楽流れてんの？やば。しかも、なんだ、うちらのフラッシュが流れとったんと。落ち着いてできんじゃろう。火花、ね、のようにフラッシュって言っちゃったら。やだよって。絶対。やば。こんなところにフラッシュいるわけないのに。本当だよ。フラッシュ出てきたみたいな、すごい急にまさかのレアポケモンみたいな、田舎の山に帰るみたいな。急に出たね、モジュール炊いてるね、これ炊いてるね、誰かが炊いてるね。パフュームゲットだぜ。これは意外でしたね。面白いね。面白い。いや、新しい。
ということで、まだまだ Perfume をゲットだぜな報告、掲示板に書き込んでください。お待ちしてます。Ladies and gentlemen, boys and girls, starring Perfume。皆さんこんばんは、柏優香です。バッチです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。さて Perfume6 ツアー2016コズミックエクスプローラードームエディション、まずは京セラドーム大阪に来てくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ次は11月の3日4日、名古屋ドームです。名古屋ドーム初めて、初めてだ。そうなんよ、福山さんがやっとってえらいええ場所だったよっていう報告を聞いてから、ね、ずっと気になっとって、そう、じゃあ次は名古屋ドームができるツアーをやりましょうっていうことで、今回これ風に、まあ企画が始まったので、はい、結構楽しみです。楽しみだ ね、反響の感じとかどんな感じだったよね、音の回り方とかさ、やっぱドームでも一つずつ違って、会場で全然違うもんね、楽しみです。はい、はい、よーみとんらーとい生徒を研究せよ。よーみとんらー、さあ掲示板でもそうですし、ライブに来てくれているファンの皆さんもそうですけど、よーみとんなーっていうぐらいPerfumeに注目してくれている生徒の方いらっしゃいますね。いる、確かに。これ遠山校長もよーみとんなーです。そっち側ですね。完全にいるよ。じゃあ生徒の皆さんの書き込み紹介しましょう。はい、はい、埼玉県16歳男の子、ラジオネーム夢見る北風小僧トリオ君。はい、最近初めて大丈夫内のダンス見たんですけど、サビの時ノッチのパート横向きで足踏みしながら前に進むってむずくないのかな。大丈夫内のサビ、私がそのサビを踊りながら前に進む時は、本当に一番最後の段、だかだか全然大丈夫ないけどので終わる直前、柏優香とあーちゃんが両隣左右にいて、私が真ん中で、その2人の位置まで踊りながら前に出て1列になるんだけど、そこはね、あのね、小僧トリオ難しいの。むずい。よう見とんなー、よう見とんなー、よう見とんなー。だけどあんまり見ないでほしい。本当はあんま見られたくない、難しそうにしないで、しないようにと思ってるけど、難しいから、あんまり注目しないでほしい。そうね、体の仕組み上、肩をこう反対側の手でこう叩いて後ろにするっていう、後ろに払う、後ろにこう払いながらその足がパッて出るっていう、払われ払われっていうダンスだから、後ろに行くダンス。そうそうそう、体的にはそう、それで前へ行かなきゃいけないので、そう、その払われながらも足で前へ行くっていう、そう、その体と足がバラバラになるダンスなんですよ、そこは、ね、そうなの、確かによう見とんな、よう見とんな、じゃあ続いて大阪府19歳男の子、ラジオネームペータロー君。はい、ライブ DVD の好きなシーン、JPN メドレーのシークレットシークレットと見せかけて不自然なガールの後のあーちゃんの舌出しのところ、騙されたでしょっていうあの笑顔がもうたまらんとです。よー見とんな、よー見とんな、もう覚えてないわ、自分でも覚えてない。JPN メドレーってそんなだったっけ。やった、そうだね、何回も見たな、よー見とんな、覚えとんな。すごいわこれは。これはもうすごいわ、これはよみとんなだね。はい、じゃあ続いて東京都15歳男の子、ラジオネームパフュームくん。パフュームのストーリーの MV の4分45秒くらいで、パフュームがキレッキレに踊り出すところがかっこよすぎてやばい。4分45秒、いやよみとんな。時間で言うてきて、読むとんないね。でけん、あれだろうね、あのアミットスクリーンが終わって、ノッチが一人で、もういいよ、あとだ、ノッチのポーズ、ダンダンダンのポーズやって、で私とゆかちゃんが横にアミットスクリーンを下げて、で斜めにさせた後のウタタタウタタウタタパンっていうところ出てきて、後のうんちゃ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 うんち
これの後だね。これの後だ。照明浴びながらお願いします。はい、私ポンポンでした。で、私とあやちゃんは、私と同じです。アミレス来るよ。入っててここから。ここね、確かにかっこいいね。確かに、こちらってサウスバイの時のってことだよね。そうだね、うん、確かに、気合がすごい入ってる、うん、みんな今かっこいいよって思いながら踊るもん。やだやだ、いつもそういうのあるの。のっちあるよね。あるよね。真ん中だし。そうで、違う、真ん中 であーちゃんとカシュカが前にいるから、うん、二人を見ながら踊れるわけよ、私は。ああ、はい、今日もいいよ。あ、じゃあ今日、あ、カシュカ今日もいいよって思いながら踊ってんってるよ。なるほどね。それで言うとか、このポーズのところめっちゃ背中見てるよね。見てる。あ、ダンダンのやつ、うん、このダンダンやった後にそのアミットスクリーンを横にして、これすごい私たちだけしか分かんない話ですけども横にした時、うん、実はちょっと時間が余る。そう、2人ちょっと時間余ってるの、うん、それがこの間初めて話したよね。そう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 、もう2年近くやってるこのパフォーマンスですけど、うん、初めてそれ話して、うん、でちょっとこう潰してるんですよ、気持ちで。アミットスクリーン寄せて、その後ちょっと息整えるっていうか、うん、ではみたいな時間がある。うん、うん、一息するぐらいで、ギリギリで入って、ちょっとね、前に出る勢いつけたいから。そう、実は待ってるのよ。ヒールだけどギリで待つっていうね、ありますね。読み取んな、読み取る、みんな読み取る、ありがとう、ありがとう。これからも私たちが知らないような Perfume の魅力を私たちに教えてください。ちなみに遠山校長、何かありますか。まあ、たくさんそれあるんだけどさ、短めにお願いします。あ、わかりました。俺、ね、はい、ビターっていう、まあ、DVD があって、はい、原宿アストロホールの頃のまだね、Perfume研究員3人なんだけども、あー懐かしい声震えちゃってる。その時にね、途中でドキュメント映像みたいなのが入っていて、はいはいはい、タクシー乗って多分安高先生なのかなの自宅でレコーディング向かうみたいな。で、はい、おはようございますってドア開けると、その前にノッチが、ここに猫いるんだよみたいな。したら、あ、本当に猫いたっつって、ノッチが猫いるよとかって言って、でその後に家入る直前に、はい、歌詞猫おるよとかってノッチが言うと、はいはい、歌詞歌が中におるんって聞くところが可愛い。うわ、やべえやべえ、すごくなんかやべえの聞いてる気がする。俺はその時、あ、広島弁なんだってそこで初めて俺は思ったみたいな。やべえ、なんか、うん、なんそれ初めて僕思った。なんで真似したんだ急に。中におる。なんでそれ言ったんだ急に。これ好き。やべえ、こんなん出ましたけど。いや、急に古い、急に古い。見つけた、古いの見つけた。古いって何なんか こんなん出ましたけど最近言わなくないですか。最近とかなのか分かんないけど、マジで。いよいよね、宇宙船パフィーム号、はあ、土日に行われた大阪京セラドーム、来た来た来た、降臨しているわけで、うん、改めてパフィーム6ツアー2016コズミックエクスプローラードームエディション、さらにまだここでとどまることなく、はい、来週が11月3日の木曜日祝日、さらに4日の金曜日が名古屋ドーム、最終後、うーやっぱりやっぱな、いやいや強いな、今日はいつもより強いな。じゃあ読んで、最後まで読んでちゃんと、最後まで言ってもらわないと。コズミックエクスプローラー、ああ、急にさっきのこんな感じ。最終公演11月12日土曜日が福岡ヤフオクドームってことで、はい、遠征しちゃうよ。予定を合わせているよ。待ってる、バビームコズミックエクスプローラー。明日のこの時間はスクールオブロックの新ルースの代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス。